ファンキー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 バウザー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 、これもアウトからしっかりについてポニョ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 、それ取ってくれよ、なんでだよ、そのアクコロ投げて投げて早く、キノさんか、そう引いといて9よ、いやーそうなんですよね、キラーに負けるんですよね、巨大。皆さんチャーフンさんです。ということで、今日も京都でマリオカート Wii やっていこうと思うんですが、なんかコメントでね、カートも使ってほしいと。もうこのゲームね、ファンキーバイク Wii と言われてるほど、もうファンキーとスーパーバウザー、まあ、バイクがね、強いと言われてるんですけど、カートも使ってほしいということで、ね、使おうと思ってるんですが、なんせね、この私、マリオカート Wii オンライン対戦歴がね、短いんでね、カートって何が強いの？いや、そもそもカートは弱いよ、多分。カードは弱いんだけど、使うってなったら何が強いんだ、まあ、10年以上前にね、なんか身内とかで、ね、エンジョイでやってる時はカード使ったりしてたんだけど、中量級のなんか多いイメージあるから、デイジー、どれだっけどれだっけ、なんかあるよね。これ行くわ、ワイルドスター。これなんか 見る気がする。よく行きましょう。さあ、ルイージーサーキットいきましょうか。簡単なコース来てよかった。見て、周り。ファンキー、ファンキー、ファンキー、ファンキー。バウザー、バウザー、バウザー、バウザー。みんな同じと思ったらデイジーもいたけど、カート、いや、いや、カートどうすればいいんだ、まあ、カートは、あのね、特徴をね、まあ、知らない方に一応説明しますと、バイクはウィリーって言ってね、速度が 15% も上がるバグ技がね、あるんですけど、それがまあ、バイクはね、カートはなくて、まあ、その代わりに、ターボがね、この水色、黄色まで2段階溜まるっていうね、あれなんだけど、弱いです。マジで。マジでは、しかも挙動もね、こんな感じでなんか変な滑るんで、インコースもつきづらいわで、かなり苦しいんですが、まあ、ルイージーサーキット、まあ、いわゆる運ゲーコースなんで、まあ、サンダーに合わせて、スター使えれば、上位は硬いかなと思ったけど、キンキラ出ちゃうし、前にその赤さんやばいからちょっとアウト逃げよう。いやー、次のボックスで無敵切れなかったら、勝ち目ないな。サンダー、この人が持ってる説はあるんだけど、アイドル絶対。意外とあれだな、直線のスピード速いな。やべえ、さっ使ってる。日野さんかー、これダメくせえな。赤さん、なんでそんなキープしてんのね。やめてくんない？いやー、嘘でしょ？嘘だー！さすがにやめ、ひどいぜー。危ない。勘弁してくれ。うわ、これ負けじゃん、これ。最後、キノコ、キラ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 。さあ、ショット化するけど。これ、最近コツコツ食べてきたレート、今日溶かすぞ。なかなかやべえな。ということで、今日はこのカスタムでなんとか、まあ、3位以上一発取ってやろうかなというふうに思ってるんで、よかったら最後まで見てください。クッパキャッスル行きましょう。ここは別にそんなあれでな、相性悪そうじゃないと思ってるんだけど、どうなんだろう、悪いかな。相性のいいコースってあんのかな。一応なんかレインボーロードの世界一サイマタクとかは、セーフ、自分にしてたと思った。世界一とかは一応カートのね、記録があるらしいんだけど、基本的にバイクが速いからな。さあ、ここはまあなんか前行っても総力で負ける気がするんですが、ちょっと車体がデブい、またゲスト、車体がデブすぎてあらゆる箇所にぶつかりまくってるんだけど、マジでね、曲がれないんだよね。これドリフト入れた瞬間に急にアウトにクイッて膨らんじゃうから、そのせいでイン付きがかなり難しい。慣れるまで時間が必要だな。アイテムはキラー出る、ナイス。このキラーじゃ運搬しよう。もう3位取れたらもう強化勝ちなんで、1回でも1回でもいい、怖い怖い怖い、1回でもいいから取った勝ちだから、もう終盤までこれ持ってって、もう使って勝ちですよ。結構ターボたまるのはいいね。やっぱターボ溜めてる時ってマリオカート楽しいからな。もう8デラックスの楽しいとこは個人的にそこだと思ってる。そこでもアウトからしっかりインついて、ポニョ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 ポ、危なすぎ。これキラーここで使わされてったら、偉大人赤さん持ってるからこれ死んだか。そうなんだよな。あ、消してくれた、ワンちゃん消してくれ、助けて。あー、はあ、今のはもあれだな、カードもバイクも関係ないな。いやー苦しいぞ。もう一回キラー、さあ次のボックスで交換するけど、いやもうマジぶつかる、本当にむずい。サンダー持っててくれたりしない、使います。飛んでる上かわしてくれてない、優しいな。心の優しいキラーもいるもんだ。マジで曲がれん。何？金キロ使っちゃおう。使っちゃって、ここの橋も怖いよ。あ、怖いよ、本当に。本当に怖い。1、2がえぐいぐらい離れてるから、もう3位狙いだな。頑張って。1、2諦めよう。いやー、キラ、キラ、助けて！はぁ。うわー！さあ、ここのソウル、なんか今、カートをさ、じっくり見たらさ、結構かっこよくね？なんか内装までさ、しっかり作られてるわ。こんな感じだったんで。すごいね、あのメーターがついてるわ。
行きましょうか。 Wii がさ 15% 速度アップねするって言ったけど、ターボ中ってさ、ターボ開放中って何パーセント上がってんだろうな。これでなんかね 20% ぐらい上がってないと割に合わないよね。 Wii いつでもさせるのにこの頑張って貯めたターボは 10% しか上がってませんとかってのね、なんか 30% でもやっとみたいな感じじゃない。こいつのミドさんやべ、アウトちょっと逃げて、やめてやめてやめて、こっち行ってみるか。久々にこっち行こうぜ。基本はこの下ルートの方が早いんだけど、こっちガラ空きだからアイテム取る方がいい。用意で割って赤さんつけとこう。前行くか。前逃げするわ、無理か。なんかね無駄にレッド高いんだよねこの部屋。普段結構ね8000平気みたいな部屋が出たらいい方かなと思ってるんだけど、結構今ね9000台が3人ぐらいいて、レベルが高い部屋になってるんで、何してるん、ブーブー、何引っかかってんの。マジこういうね細いとこ行くのも難しいんだけど、それ取ってくれよ、なんでだよ。ナイスサンダー、取って取って取れないか。まあ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 、サンダー正しくてからみんなちっちゃくなって、まだ被害は抑えられてるけど、逆走しちゃった逆走しちゃった。おつけおつけつけ。まあこれ順位あえて下げて、次のボックス、まあ1近いからね、次のボックスしっかり取れれば OK。 キラー近畿のスターとかキラーの無敵が欲しかったけど、近畿のでも割とちょ、ね、曲がれない下ると逃げない。ちょ何してんだよ本当にむずい。近畿も割と頑張れるんじゃないか。怖い怖い怖い、コースアウトしなくてよかった。車引かれないように。7位か、何人部屋、やめて。8、9、もう1個くらい下げたいな。行ってくれねえか、止まるか、ちゃんと止まろう。8位で終わったらいいアイテム出るでしょう。9位割り、近畿の無敵欲しいけどな。あ、ショットガン行きましょうぜ。キノコばらまかれてるんで1個いただきましたと思ったらポニョに食われた。こっち行ける、ハンドリング悪いよ。いや、ぶつかりまくってぶつかりまくってご利用し、なんとかあるぞ。まだ近い、全然上位近い。アイテム出して取れる、でかい。キロさん近畿のナイス、3連近畿の。上がってけ上がってけ、ある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 。5、6位、アウトから5位、そのあとこれ投げて投げて早く。4位、前の人潰せ潰せ、早く当たる、頑張れ。5か当たれ、くっそシンプルにインズギの差で負けてるわ。でまあ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 頑張ったんじゃない割と。これが最初で最後のチャンスだ、ピーチビーチ。ここだったら全然走りやすいし、打開コースなんで、このカスタムでもいけんじゃないですか。行きましょう。スピンターボ、ちなみにあれだよな、スピンターボは2段階たまりませんと。さあここで渡って近畿の、近畿の好きな、さっきからできればね3周目の1個目に合わせて、1個目のボックスに合わせて無敵を使いたいんで、スターもしくはキラー引いてくれ。巨大8位で何引きてんの、そんなアウトに来てまで引きに来ることは。もう1回ここでじゃあ交換しまして、10位割り無敵出るでしょう。キノさんか、クソ引いといて。9位割り、いやーそうなんですよね、キラーに負けるんですよね、巨大キノコ。巨大キノコ無敵と思わしといて、普通にスタートがキラーに負けるんで、皆さん注意してください。皆さん街中でね巨大キノコ使うときは注意してください。スター、ワンチャン自分でサンダー引きに行く、その作戦もありなんですが、相手絶対取って、キラー後ろなんか持ってんのかな、何持ってる後ろってか俺臭いかいるよね後ろに。バトラーどうするお前、何持ってるお前、どうするんだ。いやサンダー持ってんだこの人、いやキラーか、キラーかサンダースターか、分かんねえ、使うのか使うのか使うのか、使うならここだろ。いやスター持ってんのか、じゃあサンダーないのか、いやしかもめっちゃすぐ切れた、最悪。頼む、これもう一回9位でいって、即サンがあればだけど、即サンがあればだけど、キノさんかそうは即サンあったけどな、惜しいな。今スター出てたらワンチャン上位見えてたけど、さすがにそこはマリオカート運ゲーなんでね、どう言いようが仕方ないけど、最後2台でプチ8位か、クソ勝てないな。おー連続でチャンス来たよ、64マリオサーキット。ここもカートで打開で相性いいんじゃないかと思ってるんですが、どうでしょうか。いきましょう、まあ3周目のここのボックスで無敵振ると思うんで、速度お祈りしよう。まあ、絶対に1位走って逃げ切ろうなんてすごい甘い考えいかないようにしましょう。勝てないね自分の努力じゃ。ここは絶対に運ゲーで勝つ。たまごっちがいるんだけど、9位で割りたいから先行ってほしいんだが、行ってくれ。でここしっかり止まって、スターかキラー早めに引いとこう。ちょ曲がれない、何出る、スター使っとくか。
まだ出るでしょ、まあ、問題は3周目にサンダーが降るかどうかなんで、1周目2周目お遊びなんで、まあ、遊んでいきましょうや。後ろの金テレが遅れてる。マジで滑る滑る、やべえ。ここでキラーか、出ちゃうか。いやさすがに使うか、ちょっと離れすぎてる感じな。ちょっともったいない使い方にはなったが、結構止まってる人多い。6位じゃさすがにしょぼいアイテムしかない。あ、ここで出るんだ、降るんだ。いやここで降るの困るな。前との距離は縮まるが、3周目はなんかあれだな、終盤に即さんの運ゲーになっちゃうな。ここアイテム取れないか、そっち取るか、苦しい。どうしよう、1位はもう逃がしちゃってる。ジャンバクション入れて、サンダー振らないもんな。もう1回打ってから30秒ね、出ないんで、ね、抽選されないんで、ここはもう警戒する必要なくて、設置がすごくて無敵欲しいけど、ちょっと7位じゃ交換リスキーだから、ここはキノさんでいきまして、ショットか、ショットかでキノさん出てくれ。トムヘイくれ、サンダー振った、運ゲー来ちゃった。いやさあキラー来てるか、頼む最後にキノさん引いてくれたら危ねえ。1個順位上がるんじゃないかと思ってるけど、どこ行くんだ、やべべー。大丈夫、最後の部分はここ突っ切っていけるから、順位上げてくれ、順位上げてくれ。くっそ、あ、ゴー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 。もう許してください皆さん、もうレート見てください。もう今日のこのカートだけでレートがもうね、なくなりなくなったんで、今日はこの辺で勘弁してください。あ、プラス7600です。300ぐらい減りましたということで、またちょっとね、まあ、定期的に、まあ、カートリベンジしていくんで、またカートのね、アドバイスあったら、ぜひ僕にくださいということで、よかったらね、高評価とチャンネル登録もしてくださると、幸いです。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。